靴沢朝次は、日本の鷹城。熊鷹を飼いならして、うさぎやタヌキなどを取る、鷹狩りの伝統的技法を伝え、最後の鷹城と呼ばれた。1896年8月18日、山形県西条群マ室ロ川村で生まれる。幼い頃より父親について、鷹狩りの技法を学ぶ。1955年、小説家の戸川幸男が靴沢を取材し、 靴沢とその鷹をモデルにした短編小説、爪王を発表する。戸川は、靴沢のことを三写真新聞の元同僚から教えられたが、当時は地元でも靴沢が鷹城であることは知られておらず、鷹を飼っている老人という程度にしか認識されていなかったという。なお、靴沢は鷹に名前をつけていなかったが、戸川が小説中で、吹雪と命名したため、 モデルとなった高も、吹雪の名で呼ばれるようになった。1957年、吹雪が大英の記録映画、白い山脈に野生の鷹役で出演。1960年、吹雪が東方の映画、地の果てに生きる者に知床半島の和紙役で出演。1962年1月25日、日本テレビ系のノンフィクション劇場で朝サを題材とした。 ドキュメンタリー、老人と高が放送される。同番組は、第15回カンヌ、国際映画祭ドキュメンタリー部門ユーロビージョングランプリ、第10回民放大会賞テレビ報道社会部門、最優秀賞を受賞した。1967年、大場光郎が、弟子入り。1974年、松原秀俊が、弟子入り。1976年、著書、 熊高の生態を出版。この頃から写真家の菅原付のカメラ取材を受ける。1983年12月31日、老衰のため87歳で真室川町の自宅で死去。ありがとうございます。